強運深み踏襲はじめに世の中には何をやってもうまくいく運の良い人と何をやっても失敗ばかりする運の悪い人がいる同じ人間なのにどうして2つに分かれてしまうのだろうかこれは誰しも抱く疑問であるそしていつも失敗する人はもっと運が良くなりたいと願い順風満帆の道を行く人はさらに大きな運をつかみたいと思っている つまりみんな運を良くしたいのであろう。では運を良くするためにはどうしたらいいか結論は一つそれは運勢を良くする以外ないのである。